おい、なんでジャケット着てるかって。それは久々にカレッジで授業を取ろうと思ってよからだぜ。そんなさ、方言大会としたりさ、人の結婚式行ったりさ、のんのんのんのカリスマ講師であることをバシッとたまには見せとかないと。そこで今日のテーマ BPAP。I have a pen. I have an apple. ギヨ結合合併株式交換株式移転全部行ってみよう。 C D A College。 おっしゃ、じゃあまず合併から行こう。こういう個別 BS を持つ A 社 B 社の2つがあったとしようか。で、今 B 社の企業価値は1株あたり8円の株価かける10株発行していて、80が B 社の企業価値だったと、ね、で、そんな B 社を A 社がパクッと食べましたと。で、ただでは食べれへんからさ、対価として A 株をあげるわけね。で、じゃあさ、この A 株って何株渡してあげたらいいと思う？ポイントは、絶対に等価交換になるっていうことなのね。そら、ね、80円のものを食べるんでしょ？だったら、10円の A 株は、8株渡せばいいよね。等価交換で考えるのがポイントよ。でね、この8株っていう渡す A 株は、合併比率っていう概念を使っても出すことができます。ちょっとやってみようか。食べられる B10 株にかけることの食べる A の株価10円、食べられる B の株価8円、これを掛け算することでも候補すべき A8 株っていうのを出すことができるんですね。これの、この分数式のことを合併比率1対 0.8 って表現するんです。要はね、食べられる B 株に合併比率 0.8 をかければ、A 株、8株交付したらいいよってのがわかるんです。でもね、やってることは簡単ですよ。だってさ、ここの掛け算って何を表してる？10株かける8円って、B の企業価値を表してますよね。だからさっき言ったやん、等価交換やって。要は、80円のものを食べてね。で、10円の株で支払うわけですよ。じゃあ10円の株を8枚渡せば、等価交換になるでしょ。まあ、そんな公式なんですけど、公式と思わずに、等価交換でしっかり理解して、8株を出してください。じゃあ、パクッと食べた A の仕分けを見てみようぜ。A 社が着る仕分けね。そら、B の BS をパクッと食べたんだから、B の BS の資産と負債を、直で取り込んで、くるんですね。これ、直で取り込むってのがポイントだから。そして、対価としては、10円の価値の株を8枚渡したわけでしょ。じゃあ、対価は10円かける8で、青のところ80円なわけですよ。まあ、これが対価ですね。で、80円の対価を半分ずつにしとくと40、40だと。つまり、ピンク時価70円の価値のものを、ちょっと多めに80円出して買ったわけですよ。そうすると、差額がね、のれん10と。こんな仕分けに A 社はなります。じゃあさ、A 社の個別 BS に A 社の切った仕分けを足せば、これとこれ足せば、もう合併後の BS が簡単にできるんやで。資産は240足す160で400でしょ。負債は120足す90で210でしょ。で、資本金は70足す40で110でしょ。で、資本準備金は仕分けから40でしょ。
で、利益剰余金はそもそも A の個別の50をそのまま。で、のれんはそう、さっき仕分けで計上した10ですよ。これで合併後の A 社の個別 BS 出来上がりと。おっしゃ。じゃあ次、株式交換行ってみようか。あのね、合併と株式交換の違いから説明するね。合併ってのは B 株をパクッと食べて B 株もピリって破って破り捨ててしまったんですよ。もう合併ってのは B 社はこの世から消えてなくなるわけです。一方で株式交換ってのは B 株を奪ってくるんだけど、この B 株をピリって破っては捨てません。この B 株は大事に A 社が持っとくんですね。そうするとどうなるかっていうと、 B 社は消えることなく A 社の傘下の 100% 子会社として B 社は残り続けるんです。これが違いなんですよ、合併と株式交換のね。で、やっぱり株式交換も等価交換ですから、もらった B 株と同じ価値の A 株を渡すわけなんやけど、原理は合併と一緒やで。10株発行していた B 社に対して交換比率が1対 0.8 だったとしようか。ほんなら食べられる B 社10株に交換比率 0.8 をかけたら、 A 株は8株渡せば等価交換が実現するよってことになるわけね。さあ、じゃあそんな A 社が切る仕分けを見てみようか。 A 社はね、B っていう株で現物出資を得たって考えるんですよ。ほら、例えば土地とか建物で現物出資を受けたら、借り方土地とか建物の時価、貸し方資本金とか資本準備金にするやん。それと一緒なんですよ。結局、じゃあ B がね、1株8円で、これ10株、80円の価値で現物出資してくれたんで、まあ A 社の中に B 株が80円の価値で入ってきますよね。これが、借り方ですよ。ね、貸し方は等価交換になるように80円払ったんだ。じゃあ80円分を資本金40と資本準備金40に半分ずつしておきましょう。以上、 A 社の個別帳の仕分けでした。で、あえてこれ A 社の個別帳の仕分けって言ったのは、この後連結っていう概念が株式交換においては存在するからよ。さっきも言ったやん。A 社の 100% 子会社に B 社はなるんでしょ？じゃあ A 社は連結修正仕分けも切っていかないといけないね。見ていこう、 A 社の連結修正仕分け。連結分かってる人は、まず A 社は B 社を時価評価する必要がありますよね。じゃあ B 社の資産の母価が150に対して B 社の資産の時価が160なんだから、資産を10評価増しして、相手勘定は評価差額と。で、その後、いわゆる投資と資本の相殺消去をやっていくわけなんだけれども、B 社の資本40を消す。B 社の利益20を消す。そして今、足型出た評価差額の10を消す。これが B 社の資本ですよ。で、それと相対して消すべき投資ってのは、B 株。これ。この80を資本と相対して消す、投資として消すわけね。じゃあ70と80で相殺した差額がここでのれんとして10出るんだと。以上踏まえて A 社の連結 BS 作ってみようか。それは連結するわけだからね。で、まず資産はA 社の資産と B 社の資産の単純合算240足す150、390に評価増しした10を加えて400ですね。で、負債も A 社と B 社の単純合算120足す90で210やね。で、資本金は B 社の資本金はこの開始仕分けで消えたでしょ。つまり、残る資本金は A 社の70プラス40で110やね。そして資本準備金も仕分けできた40。利益剰余金は、うん、B 社の利益剰余金はここの投資と資本の相殺処分で消えてるからね。
じゃあ A 社の利益剰余金50が連結帳にもそのまま載ってくる。そしてのれんは、うん、ここでたよね。さっき投資と資本の総裁上で出たのれんが連結 BS に載ってくる。あのさ、気づいた。合併だろうが株式交換だろうが BS 同じになったでしょう。そりゃね、合併と株式交換ってのは法的形式は違いますよ。合併ってのは B 社がこの世からなくなって A 社個別 BS ができるに対して、株式交換ってのは A 社の傘下に B 社が 100% 子会社になって A 社連結 BS ができる。法的形式は違うんです。だけど経済的な実質は一緒なんですね。株式交換だろうが合併だろうが。だから個別財務省か連結財務省の違いはあれども、 BS は同じになると。じゃあ最後、株式移転行ってみようか。株式移転っていうのは、もともと A 社 B 社2社ありました。でこの A 社 B 社が共同して C 社っていうホールディングカンパニーを作りましょうっていう話なのね。あるやん、ソフトバンクホールディングスとかセブン&アイホールディングスとか、あれです。で、C 社っていうホールディングカンパニーを作るために、株式交換を2度やるのが株式移転です。どういうことかというと、A が C に A 株を渡すわけ。で、対価として C 株をもらう。B も C に B 株を渡すとともに、対価として C 株をもらう。ね。株式交換を二度やったじゃない。でね、まあ A 社と B 社が共同して C 社っていうホールディングカンパニーを作るとは言ったけど、まあ実は A 社の方が主導権を握ると思ってください。だから A 社イコール C 社だと思って。なんか A 社と B 社どっちが偉いかよくわからなかったら命令式系統が混乱するから A 社の方が偉いんですよ。 A 社イコール C 社になると思ってください。そうすると A 社の株価が今1株10円ならば C 社の株価も1株10円なので、 A 株を10株 C 社に渡すのならば C 株も10株もらうことになるんです。ここの A と C は絶対に1対1だと思ってもらったらいいんですよ。ただもちろん B の株価と C の株価は違いますからね。 C の株価が1株10円だとしたときに B の株価は1株8円だと、つまり移転比率1対 0.8 っていうことで、食べられる10株に対して 0.8 かけて C 株は8株渡すということで、ここも等価交換になるわけですよ。じゃあね、今 C は赤の矢印見て A 株と B 株2つもらったじゃない。 C の個別帳の仕分け切ってみよう。まずね、 C 社は A 株をもらったわけなので、借り方に A 株を認識するんだけれども、さっき言ったでしょ、 A 社と C 社はもう同一人物なんですよ。じゃあ A 株をもらったからといって時価評価はしないんですね。あくまで A 社の純資産120をそのまま A 株の価値にするんだと。それはまあ自分の会社の株もらったみたいな感じですからね、 A 株はね。でも一方で B 株ってのは、これは C 社とは別の人物の株をもらった。じゃあ B 株については時価評価していきたいので、10株かける8円の80を B 株の価値として認識するのね。いい？ A 株は母価なんだけど B 株は時価なんですよっていうのが、ここ借り方ポイントね。で、貸し方は、まあ借り方合計200を資本金と資本準備金に100ずつ分けておけば OK です。以上 C 社の個別帳の仕分けなんやけど、 C 社の連結帳の仕分けもあるわけですよ。つまりね、これ株式移転後は C 社っていうホールディングカンパニーをトップにして、 A と B がそれぞれ 100% 子会社として C の傘下にぶら下がるって言ってわかる？サクランボみたいにさ、 C 社のトップの下に A と B が2つぶら下がってんのよ、 100% 子会社として。じゃあ C
C 社は A 社を連結するときの仕分け、 B 社を連結するときの仕分け必要でしょ。じゃあ C 社の連結上の仕分け見ていこう。まず C 社が B 社を 100% 子会社として連結するときの仕分けは、まあじゃあ、まあ C 社は B 社をですね、時価評価するところから始まるけども、C 社の資産の母価と時価の差額10を借方資産評価増しして貸方評価差額10。いいね。ねえ、C 社は B 社に対して投資と資本の相殺消去をかけていくわけだけれども、まずは B 社の純資産の資本金40、利益剰余金20を消すでしょ。そして、つい今しがた出た評価差額10も消してきますよね。で、それに相対して相殺すべき B 株ってのは、ここです。ほら。これ。さっき C 社が個別上計上してた B 株を投資と資本の相殺消去で消すのに使っていくね。じゃあ、借り方70に対して貸し方80。だから、貸借差額で、のれんが10出たよね。以上、C 社が B 社を連結するときの仕分けでした。次、じゃあ C 社が A 社を連結するときの仕分け見ようか。あのね、さっきから言ってるように、C 社と A 社って、まあ、同一人物なんですよ。だから、C 社は A 社を連結するにあたって、資産の時価評価なんかはしません。ここちょっとバーにしたけど、対比してよ。B 社ってのはね、新しい会社を連結するんで、資産の時価評価するんです。だけど A 社ってのはもう C 社と A 社同一人物ですから、同一人物のものに対して資産の時価評価はしないんです。で、 C 社は A 社に対しても投資と資本の相殺消去をかけていくわけですが、じゃあ A 社の資本金70と利益剰余金50まず消そうよ。それに相対して相殺すべき A 株っていうのは、これはここです、ね、さっき個別上計上してた A 株120を投資と資本の相殺消去で消す。これはのれん出ないからね。 B 社はのれん出たよ。でも A 社はね、そりゃ自分で自分の会社連結してるわけですから、のれんなんか出ないんだよ。ここも比較してほしいところになるからね。で、あとここの仕分け何やってるかなんやけど、 A 社の利益剰余金を引き継ぐスペシャル仕分けを切らないといけないんです。うん。っていうのもね、この投資と資本の相殺消去仕分けだけで終わってしまうと、A 社がこれまで稼いできた利益50が全部消えちゃうじゃないですか。ね。A 社これまで活動してきたのに、投資と資本の相殺消去で利益剰余金50がまるっと消えちゃうんですよ。それは良くないでしょ。だから、A 社の利益剰余金を新しくできた C 社に引き継ぐために、この50を引き継ぐというか、復活させてあげる必要があるんです。消えてたものを復活させてあげる。うん、で、じゃあその相手勘定をどうするかって言った時に、借り方資本金はいじれないんですよ。資本金いじっちゃうと投機も変わっちゃうからね。だから、まあ、やむなく、いわゆるクッション勘定っていう適当にいじくってもいい資本剰余金を相手勘定にしとく。です。まあ、苦肉の策で資本剰余金にしてるっていう感じですよね、相手勘定。じゃあ、これを踏まえて、株式移転後の C 社の連結 BS 作ってみよう。まず、C 社連結 BS の資産は、A 社の資産240に B 社の資産150を単純合算した上で、B の時価評価プラス10ですから、400ですね。で、負債も、A 社の負債120に B 社の負債90を単純合算して210でしょ。で、さっき B 社から出たのれん10が借り方に出ますよね。いいね。のれんってのは A からは出ないんですよ。ここからは出ない。あくまで B から出たのれんってことですね。で、資本金は A 社の資本金70と B 社の資本金40は投資と資本の相殺消去仕分けで消えましたから、結局残ってる資本金はここでしたね。C 社個別帳で切った資本金100が連結 BS に乗ってくるよねと。で、利益剰余金は、この一連の株式移転っていう取引は資本取引ですから、こんな資本取引で利益が動いたらおかしいんですよ。で、さっきからこれも言ってるけど、A 社って C 社と同一人物なんでね。
つまり A 社の利益が株式移転っていう資本取引で動くのはおかしいから、 A 社のそもそもの利益剰余金50をそのまま持ってくるんですよ。というかまあさっきね、 A 社の利益剰余金引き継ぐ仕分け聞いたでしょ。まあここの50が連結 BS に乗ってくるんだと。で資本剰余金はね、貸借差額で50が早いと思います。最終的にはまあもちろん理解としてはね、 C 社が個別上切った資本剰余金100から利益剰余金の引き継ぎ仕分けの相手勘定で50取り崩したわけですから、100-50で50、まあ仕分けからも取れるんだけれども、やっぱり資本剰余金ってのはさっきも言ったけどクッション勘定なんで、まあ適当にこう相手勘定にされるわけですね。そうすると仕分けをっていうよりも、まあ言ったらもう勝手に好きなようにしていていい勘定だと。なので貸借差額の方が最終的には早いかなとは思うけどね。はい、株式移転も終わりました。ここで株式移転と株式交換と合併で最終的に出来上がった BS の右下の黄色で囲んだ純資産のところを見比べて、純資産合計黄色で囲んだところ全部200で一致してるやんね。まあそれは若干ね、純資産の内訳は違いますよ。株式交換と株式移転と、まあ、黄色の内訳は若干違いますけれども、それでも結局黄色の純資産合計は全部200で一緒じゃない。つまり組織再編行為、合併も株式交換も株式移転も3つとも法的形式は違えども経済的な実態は一緒なんですよと、まあ、こういう風に綺麗にできてるんです。ぜひ黒板でね整理してもらうといいかなと思います。じゃあスクショタイム。フィッシュ、 Hey you、 You have a pen、 You have a ship college、 ああ合格。